ゾレドロン酸、またはゾレドロネートはビスホスホネート形成剤の一つであり、白色の結晶性化合物、強常脈投与で使用される。骨粗鬆症や悪性腫瘍の合併症としての高カルシウム血症などの治療に用いられる。日本での商品はリクラスト、またはゾメタ。ゾレドロン酸は骨吸収を抑制し、作り骨細胞の骨細形成を促進する。 破骨細胞のアポトーシス誘導並びに、その機能喪失が作用基準の本質であるとの見方もある。日本で承認されている効能、効果は下記の3項目である。いずれの場合でも点滴静脈注射に15分以上かける必要がある。急速な注入によって、急性腎不全のリスクが上昇する。ゾレドロン酸は多発性骨髄腫や前立腺がんなどの、 悪性腫瘍による骨破壊を抑制する。悪性腫瘍による高カルシウム血症の治療にも用いられ、骨転移に禁する眼性疼痛を改善する。骨転移を有する乳がん患者を対象とした臨床試験では安全性と患者の QOL 改善が確認されている。日本で承認されている容量は4ラム回で骨転移には1週間以上の間隔を置いて、 使用、多発性骨髄種には3から4週間隔で投与する。ゾレドロン酸は骨折リスクの上昇している男性及び、閉経後女性の骨粗しょう症治療薬として5ラム点滴常中を年1回投与することができる。2007年、米国 FDA は閉経後の骨粗しょう症の治療薬として承認した。2016年9月、日本でも骨粗しょう症治療薬として、 製造販売承認された。日本国内の臨床試験では2回の投与で骨密度を平均8.6%改善する。5回の投与でもリスクベネフィットは逆転されないことが臨床試験で確認されている。臨床試験は天然型ビタミン D400 単位とカルシウム6 1 0ラムを併用して実施されている。骨ペジェット病の治療にもゾレドロン酸を ミリグラム単回投与が用いられる。添付文書に記載されている重大な副作用は、である。5%以上に発生する副作用は、低ン酸血症、頭痛、大きい、肝機能異常、ALT、ガンマ GTP 増加、関節痛、骨痛、尿中、ベータ2、ミクログロブリン増加、発熱、倦怠感である。その他、貧血、筋肉痛、 即部不臭などがある。初回投与後に、インフルエンザ様症状が起こることが多いが、2回目以降の投与では発生しない。インフルエンザ様症状は、人トマデルタ T 細胞の活性化が原因であると思われる。腎障害リスクがあるので、投与前の水分補給が重要である。またカルシウム値の低い患者に投与する前には十分、量のカルシウム及びビタミン D 投与が必要である。 骨ページェット病の場合は投与後10日間は経過観察すること。他の無機質の血中濃度異常にも気をつける必要がある。こ骨え死を起こさないため、侵襲的死化処置を避ける。ゾレドロン酸は投与後速やかに腎臓から排泄されるので、腎機能が低下している患者や腎疾患を有する患者には推奨されない。投与後は腎機能検査を実施して、 機能低下が認められた場合には投与中止を検討する重要な基本的注意。急性人不全で自主的な経過をたどった症例がある。これを受けて、エマの CHMP は2011年12月に新たな近期を設定した。低カルシウム血症並びにクレアチニンクリアランスが 35ml、運未満の場合である。ビスホスホネートの稀な副作用として、 学骨絵詞がある。多発性骨髄腫をゾレドロン酸で治療した患者を抜死した場合等に発生する。2009年7月の承認後、否定系骨折が発生した症例がいくつか報告された後に、エマはすべてのビスホスホネート系を対象として骨折のリスクについて検討した。2008年、エマの医薬品監視検討会は、 アレンドロン酸が大腿骨の被害症性の否定形、骨折の可能性を増加させることを示した。2010年4月、PHVWP は、公表文献並びに市販後の症例報告の、双方から得られた、さらなるデータが、否定形骨折が、ビスホスホネート系薬剤に、共通の副作用であることを示していると指摘した。エマは、その後、 文献及び企業からの症例報告の双方から得られたビスホスホネートを投与された患者の疲労性骨折の症例すべてを検討した。エマはビスホスホネートを処方する医師は特に骨粗症症の治療薬として長期投与されている場合は稀に大腿骨の否定形骨折が発生することがあることを認識し特に5年以上継続した後は 投与継続の過否について繰り返し検討すべきであると推奨した。ゾレドロン酸は直接的な抗腫瘍効果を有し骨肉腫細胞に対する他の抗腫用剤の効果を相乗的に増強することが見出されている。ゾレドロネートを骨粗し症患者に投与すると3年間を超える投与で偽薬に対する優位な利益を示し圧迫骨折の数が減少して 骨密度のマーカーを改善した。股関節骨折の起用がある患者に毎年、ゾレドロン酸を投与することで、骨折再発を減少させることができた。被害症性大腿骨頭へ死症患者を対象に、ゾレドロン酸の悪解予防効果を検討した結果、予防効果は見られなかった。閉経前女性の内分泌応答性早期乳がんに対する臨床試験の結果、 アナストロゾールとゾレドロン酸を併用した患者群で無病生存期間が延長した。アズール試験のデータを後付け解析した結果、特にエストロゲンが減少していた患者で DFS が延長していたことが明らかにされた。アロマターゼ素外薬関連骨量減少の予防を目的にゾレドロン酸を投与した臨床試験をメタアナリシスした結果、肝臓悪の減少が観察された。 早期のホルモン需要対応性乳がんのアジュバント療法についての臨床試験では、ホルモン治療中、特にゾレドロン酸を併用した場合に骨その多部位での疾患増悪が減少することを示した。多くの臨床試験、インビトロ非臨床試験、インビボゼン臨床試験でビスホスホネートの高腫瘍活性と、その作用基準の研究が進んでいる。実施中の大規模臨床試験には、 ザベップ試験 B-34、ナタン試験、スワグ S0307 試験がある。2010年の米国のレビューでは、閉経前女性のホルモン受容体、陽性早期乳がんに、ゾレドロン酸を6ヶ月ごとに 4mg を点滴上駐で追加投与することは、医療制度全体に有益な影響を与えるとした。日本では、下記について、近畿とされている。 日本以外で設定されている近畿は下記の通りである。ありがとうございます。